はい、こんにちは。今回はですね、Endeavor OS という Azure Linux ベースの Linux ディストリビューションについて紹介させていただきたいと思います。はい、こちらがですね、Endeavor OS のホームページになります。宇宙飛行士のイラストがありますね。やっぱりこの Endeavor っていうのは、かつてのスペースシャトルエンデバーを意識した感じなんですかね。なんか開拓者精神みたいなものを感じます。このエンデバー OS はアーチリナックスベースのディストリビューションで、多様なですね、デスクトップ環境をインストールすることができます。基本は XFC っていうデスクトップ環境なんですけれども、オンラインからですね、ダウンロードをして、他のデスクトップ環境をインストールすることができます。海外のリナックスディストリビューションを紹介しているサイト、ディストロウォッチでもページヒットランキングかなり上位になっています。で、今回はですね、ちょっとそちらのユーザーレビューの方を見ていこうと思います。日本語訳していきます。はい。こちらは、Azure Linux が簡単になったっていう感じのコメントですね。トラブルがなく常に最新で、これまでのところフローレスです。アーチは簡単な方法で行いました。私が使った中で最高のディストリビューション。ディストロウォッチの評価が高いためテストのためだけにインストールしました。私はそのインストールに非常に感銘を受けました。それは非常によく流れ、問題なく早くそして効率的ですと。そうですね。インストールがかなり簡単で早いっていうところに皆さん感銘を受けてるみたいな感じですね。で、やっぱり Azure Linux を今まで使っていた方々がこちらを使って、簡単にインストールできるようになったので、あ、これいいなっていう感じで高評価をつけられてるんだと思いますが、Azure Linux を使わないユーザーがこちら初めて使ったりした時にどういう風に感じるかっていうのもちょっと気になりますね。はい。ではですね、ダウンロードなんですけれども、こちらの方のダウンロード&ヘルプ、こちらをクリックしていただいて、レイテストリリース、こちらにですね、ダウンロードリンクがあります。ISO、ISO イメージファイルはですね、こちらの方から、トレントファイルの場合はですね、こちらの方からダウンロードしてみてください。どれでもいいかと思います。ダウンロードが開始されましたので、しばらくお待ちください。はい、こちらウェルカム画面ですね。アフターインストールというタブにフォーカスが当たってるんですけれども、やるべきことがいくつか表示されています。アップデートミラーズっていうのは、ミラーサーバーですね。どのサーバーから各種パッケージをインストールするかを選択することができますので、これをですね、ダウンロードが早いサーバーを選択すればいいかと思います。日本のサーバーが標準で設定されてます。こちらジャパンですね。ジャパンの、HTTPS の方ですね、のミラーだけがチェックが入っていまして、そこからですね、一度ダウンロードすることができます。ただですね、ちょっと自分試したんですけど、日本のサーバーちょっと遅いような感じがしますので、中国、チャイナあたりのものもチェック入れといて、OK。するとですね、はい、ダウンロードのスピードの方、こんな感じで表示してくれるようになりますので、やっぱりこの CN、チャイナのところがですね、早いですね。はい、こんな感じです。で、これでセーブしときます。で、アップデートシステム。これはパッケージのアップデートがないかどうかをチェックしてくれます。はい、いくつか見つかりましたので、アップデートしておきます。で、次がですね、パッケージクリーンアップコンフィギュレーションということで、これクリックするとですね、はい、クリーニングピリオドってことで、終日、
1週間に1回ですね。で、Number of Package Version to Keep っていうことで、3世代前まで残しておくっていう設定ですね。これこのまま OK しておきます。あ、キャンセルでいいです。はい。他にもいくつかあるんですけれども、ディスプレイ関係、ウォールペーパー、壁紙関係ですね。Choose one of the Endeavor OS wallpapers。これクリックすると、正直他に選択肢がないので選びようがありません。ダウンロード。こっちですね。ダウンロードもEndeavor OS wallpapers。これクリックすると、パスワード。はい、OK です。プレスエンター。この状態で、先ほどの Choose One of the Endeavor with Wallpapers、こちらをクリックすると、増えてますので、こっち選択すると、あ、かなり増えましたね。あ、なるほど。うん、種類が増えたのはいいんですけれども、いちいちですね、フォルダーから辿って、プレビューも表示されなくて、こんな感じで、選択するのはあまり、使い勝手がいいとは言えないですね。はい、壁紙の選択なんですけれども、ダウンロードもは Endeavor OS Wallpapers で、ウォールペーパー、壁紙の方をダウンロードしておいて、で、Choose One of the Endeavor OS Wallpapers、こちらを選択するよりもですね、右クリックで、デスクトップの設定で、ここからですね、はい、背景のフォルダ、バックグラウンドのフォルダにこの2つ追加されました。 EOS Wallpapers Classic とコミュニティの方ですね。クラシックの方がこんな感じのエンデバーオイスの色違いの壁紙がずらってあってこっちのコミュニティの方が、はい、まあ、いくつかのバリエーション、壁紙がありますので、こちらの方がいいですね。で、エンデバーオイスっぽい、なんか、宇宙みたいな感じがいいかな。ちょっと派手すぎるかも。これぐらいにしておきましょう。こんな感じの壁紙を選択することができます。で、Add More APPs。こちらの方は、LibreOffice とかですね、ブラウザー、Chromium ブラウザーとか、代表的な有名なですね、ソフトウェア。これをダウンロード、インストールすることができます。ちなみに今、スタートメニューの中の Office なんかは、入ってませんね、LibreOffice。インターネットは、Firefox で、クロミウムは入ってません。じゃあ、ついでにですね、こちら入れておきます。クロミウム。Finished. Quit. あ、入ってますね。意外にさっくりと入りましたね。LibreOffice は?はい、finished. オフィス、リブレオフィス入りましたね。初回設定はこんな感じですね。はい、次にですね、日本語入力の設定です。こちらの方はですね、アクセサリーのテキストエディター。はい、現状で日本語入力できません。ですので、日本語入力化していきます。手順なんですけれども、まず、Fitex 関係のインストールを行ってですね、その後に、Explo ファイルっていう、まあ、隠しファイルを作って、中にこちらの文言を記述して再起動。この流れになります。まずは、Fitex 関係のインストールを行っていきたいと思います。
端末の方を起動して、はい、スドゥパックマン -S-FITEX モズク FITEX-IM FITEX コンフィグトゥール、こちらの方を入力してエンター。はい、2個のパッケージがあるみたいですね。2個のパッケージがグループ FITEX-IM に存在します。これはデフォルトままインストールを行います。はい、インストール。はい、インストールが完了しました。では次に、はい、ホームフォルダーの直下にですね、xprofile.xprofile を作成します。フォルダを開いていただいて、こちら、自分のですね、ユーザーフォルダが初期表示されるところがホームフォルダーです。初期状態では隠しファイルが表示されてませんので、表示のところでですね、隠しファイルを表示。こちらをチェック入れてください。するとですね、隠しファイルが表示されるようになります。で、ドキュメントの作成、からのファイル。で、貼り付け、作成。これで、.xprofile ができました。こちらの方ですね。テキストエディターで開く。こちらの3行をコピーして .xprofile に貼り付け、一応会議を入れときます。で、保存。この状態で一度再起動をしてみます。はい、起動しましたね。これバッテンマークでアクセサリーのテキストエディター、はい、これで半角全角を押すことでこんな感じでモズク表示されているのがわかるかと思います。はい、日本語入力ができるようになりました。はい、入ってるパッケージなんですけれども、インターネットはですね、初期状態で Firefox。で、先ほどですね、こちらのウェルカム画面の方、こちらの Adobe APP のところで、Chromium の方をインストールしましたので、こちらに追加されています。で、Office の方もですね、初期状態では LibreOffice 入ってなかったんですけれども、同様に Adobe APP のタブからインストール先ほどしましたので、こんな感じで表示されています。グラフィックスはこちらだけですね、画像ビューアーとかだけですね。で、システムの方は、まあ、先ほどインストールした FITEX 関係が入っています。あとはウェルカムスクリーンとかですかね。で、マルチメディア、開発、教育。こんな感じですね。最小限のパッケージが入ってるっていう感じですね。他にもパッケージをインストールしたい場合は、ここに入っているパッケージ、代表的なパッケージだけだとちょっと物足りないですので、自分でコマンドをインストールする必要があります。グラフィカルなユーザーインターフェースを持っているパッケージ管理ソフトはありません。ちょっとこのあたりは残念ですね。で、そのコマンドなんですけども、パックマンというコマンドで Arch Linux は管理していきます。ターミナルの方を起動していただいて、はい、sudo pacman -sy、これがですね、データベースにあるパッケージ一覧を更新します。これでエンターをしますと、パスワード。はい。一応全部最新になってますね。sudo pacman -syu。こちらを入力することで、先ほど更新したパッケージを適用することができます。はい。これでシステム全体の更新を開始。なんかちょっとエラー出たんですけども、基本的にはですね、こちらの方で
はい、パッケージの方をアップデートすることができます。個別にですね、パッケージをインストールしたい場合はスドゥパックマン-S のパッケージ名になります。はい、スドゥパックマン-S の例えばプランクなんかインストールしていきたいと思います。はい、インストールを行いますか？イエス。これでパイプランクの方が表示されました。はい、こんな感じでですね、ドッグランチャープランクが表示されました。で、ここら辺だと、プランクのエリアに線が出てるんですけれども、これも変更することができます。設定マネージャーで、ウィンドウマネージャー詳細、コンポジット処理、ここにですね、ドックウィンドウに鍵を落とす。これチェック入ってるので、これチェック外します。するとこんな感じでですね、影、線がですね消えますので、これで OK です。で、プランクの方ですね、設定するにはコントロールを押しながら右クリック、これで設定メニューが設定のメニューが出ますので、これをクリック、アイコンの拡大も一応入れときますか。そうすればこんな感じで分かりやすくなります。で、あとはですね、なぜか重複しているアプリケーションがありますので、こういうのはしておきます。こんな感じかな。はい。そしてですね、パッケージ管理に関して、エンデバーOSの公式のリポジトリにはないパッケージをインストールすることができる AUR っていうリポジトリを利用することができます。その時に使うコマンドがですね、YAY というコマンドがありますので、そちらの方も紹介したいと思います。ターミナル上で、例えばですね、Google Chrome、City、Pacman-S の Google Chrome。これで Enter を押しますと、対象が見つかりませんでした。となります。公式リポジトリはないんですけれども、AUR リポジトリ、Arch Linux ユーザーリポジトリの方からこちらの方インストールすることができます。イェイ。-S。Google Chrome。これでエンターをしますと、はい、こちら3つほどですね、Google Chrome のバージョンがリポジトリ AUR から見つかったことがわかります。1が Google Chrome、2がですね、ベータ版、3がですね、開発版ですね。数値を入力してください。デフォルト1。はい、ということで1を入力して Enter。で、パッケージの方をグリーンビルドしますかと出ますが、これはですね、何もしないでいいです。None。N を入力して Enter。サイを表示しますか。これも、はい、これでインストールが完了しました。じゃあメニューの方を見ていきます。インターネット、はい、ちゃんとですね、 Google Chrome 入ってますね。 Chromium とは別に Google Chrome が入っています。こんな感じでですね、パッケージの方、公式リポジトリにはないパッケージの方もインストールすることができます。はい、いかがでしたでしょうか。 EndeavorOS、Arch Linux ユーザーにとってはですね、こちらのエンデバーOSを使うことで非常に簡単にインストールすることができます。で、日本語設定はやっぱり若干ですね、手順を踏む必要がありますね。で、パッケージ管理に関して、標準のですね、公式リポジトリだけではなくて、AUR、Arch Linux ユーザーリポジトリっていう豊富なパッケージを用意しているリポジトリも使うことができますので、Arch Linux を使っているユーザーにとっては便利なんじゃないかなと思います。ただ、初めてですね、Linux を触る方、まだLinux に触れ始めて、まあ数ヶ月ぐらいしか経ってない方とかですね、いわゆる初心者レベルの方にとって、
こちらを利用することはあまりお勧めはできませんね。やっぱりコマンドラインでの操作がメインになってきますので、まあそういった方はですね、Ubuntu 系の他の親切なディストリビューションを使った方がいいかと思います。はい。今回の動画が面白かった方、ためになった方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。